オタファの秘密基地。どうもおはようの皆さん、こんにちは、オタファです。今日紹介するおもちゃはこれだ。デラックス超獣拳イーグライザーだ。いや違うな、これじゃないんだ。あのタイトルをよく見てくれ、これ普通のデラックスイーグライザー。今日紹介するのはこれだ。オタファ特製ハイパーイーグライザーだ。ご覧ください。長いんですよね、これ。あの結構僕昔から気に入ったなりきり玩具はこうやってちょっと大きくして大人がこう持っても遊べるような改造をよくしてるんですよ。これは1個、2個、3個、デラックスイーグライザーを3つ買うとこれにできます。うん。大人用と子供用ぐらい差があります。で、一応プラプラにならないように工夫はしたんだけど、こう少したゆみますね。まあでも割とよくできたんじゃないかなと思います。実際に大人の僕が手に持つとこんな感じ。いいね。やっぱこれぐらい大きくないとね。もちろん電池を入れて、通常のデラックス版と同じように遊べます。というわけで今回のオタファ特製ハイパーデラックスイーグライザーのレビューいかがだったでしょうか。実はこの延長工作をしようと思ったのは、まあ、レビューをやった直後なんです。で、その週の土曜日にもうすぐにイーグライザーを3つ買ってきて、まあ、どういう風にやろうかなとじっくり考えながらやってました。で、これ自体はもうかなり前からあったんだけど、こんな風にできるよっていうのを今回お見せしました。ただこれに関しては若干ちょっと刃物を使ったりもするし、もうどこをどうやったっていうのを結構細かく覚えてないんですよ。だから作り方を教えるっていうリクエストに関してはちょっとお答えすることができません。まあでも普段こう、なんていうのかな、なりきり玩具とかを改造したりとか、こういうの好きな人はそんなに難しくないと思います。よーく見ると、切って貼ってをしてるだけです。こんな感じ。まあなりきり玩具、まあさすがにここまで大きいのはあんまりないと思うんだけど、大人の僕が持ってかなり満足するものになりました。今回の動画、面白かったな。楽しかった。参考になったという方、チャンネル登録や、熱い高評価、どうぞよろしくお願いします。あとはどんなことでも結構です。みんなからのコメント、待ってます。それでは、次の動画でお会いいたしましょう。オタファでした。